始まりました。頑張れ南葛亭氏、井上まあでございます。そして南葛亭氏、浅野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日も行ってみましょう。この番組は東京都社会人リーグ一部から J リーグ参入を目指しております、葛飾区のサッカーチーム我らが南葛亭氏を熱く応援する番組です。ということでございました。浅野さんです。いよいよ、今週末ですか、最終戦を迎えるということですが、はい、気合入ってますか浅野さん、コーチとしてスタッフとして。いや気合はもう入りすぎて、もうちょっと脱力感ですね、うん、あもうその域に達せられてる、はい、ということですね。はい、はい、自信を持って挑みます。わかりました、はい、そういう時に絶対に今後はね噛まないでいただきたいと思います。大変失礼いたしました。というわけで今日もね情報満載でいってみましょう。トリーグ一部から J リーグを目指しております、中田氏の歩みを毎週伝えております、この番組は私たちは皆様のブレーンでありたい、店舗の企画設計施工の専門家、株式会社トーノブレーンズ、ポスター印刷のぼり垂れ幕大判プリントのことなら何でもお任せ、合同会社インクマニア、北海道と南葛をつなぐ架け橋に、リフォームグッズ販売のことなら合同会社リンクの提供でお送りします。今日も浅野さんゲストの方がね来てくれてるんですよね。見たいですね、こっちも楽しみなんでね、はい、早く行きましょう、はい、それではゲストの方まだご紹介してませんがね、一緒にじゃああのスタートのね声をいただきましょうか。それでは今週も行ってみましょう。今週も頑張れ南葛亭氏、せーのキーニック、バッチリ合いました、ありがとうございます。改めまして MC の井上まあでございます。そして南葛亭氏、浅野です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあゲストの方ご紹介しましょう。この2人です。まずはタバさん。南葛亭氏サポーターのタバです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもう一人、土井さん。南葛亭氏を、そして葛飾を盛り上げて応援している土井と申します。よろしくお願いいたします。さあ今日もリモートズームの方のね収録で僕らは顔をね、見合わせていますけれども、ネットを通じてですね、声だけを録音してラジオとさせていただいております。頑張れ南葛亭氏、今日は熱くね浅田さん中心となっていつも声出し応援をしてくださっている、タバさん、そして土井さんのお二人に来ていただきました。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いいたします。いやーまずタバさん、はいね、今シーズンはやはりちょっと応援にも行けない日が続いてるということで大変ですよね。そうですね、もう本当に画面最前列でいつももう、はい、身を乗り出して試合のねネット中継の方を見ていただいて、はい、そうですね、たまに浅田さん映りますよねあれね。そうですね、ちょっとあの書き込んでない、書き込みしたいんですけど、はい、試合に夢中になってちょっと書き込みます。あのね、あのシステムで書き込めるようになってますからね。あ、そうですね、あ、すみません。それでもね応援してるということでございますけれども、はい、そして土井さん、お忙しいところありがとうございます、はい、こちらこそです。やっぱ歯がゆいですよね、現場にあれ、ね、毎回行けないというのはストレス溜まりまくりですそうですね、土井さんもタバさんもね普段は SNS の方でなんかぜひ関連のねツイートをいつもしていただいてるの見させていただいてますけど、浅田さん、これはもうチームの大きな力になってますよね。もう本当にあのコロナ期の間もですね、はい、いろいろな SNS を含めていろいろなところで本当にあのご声援をいただいて、選手も本当にそれをすごく実感して、はい、まあ、自分たちのためだけじゃなくて、本当に皆さんのためにっていうところで非常にあの一生懸命やらせてもらってるっていうか、背中を本当に押してもらってますんで、はい、いや本当に、はい、お二人はあのスポンサー企業のね、あの会社の方の関係のツイートしていただいたりとか、それもチームの応援にもちろんなってるわけですけれども、あの翼くんのね自販機を見つけてはここで発見とかいうねツイートもタバさんしていただいたりとか、ね、翼くんのタクシーが走ってたとかいうのもねツイートしていただいたりとかしてますしね、タバさん。そうですね、うん、そういうのやっぱり宣伝になりますものね。土井さんなんかはもういつも今日はここで麦茶飲んでますっていうねそうですね、スポンサーの伊藤園さん、はい、今も飲んでますけど、ね、健康ミレナル麦茶、はい、いただいてます。応援していただいてるんで恩返しという意味でね、今日はここで麦茶を飲んでますよっていうツイートを ね、 すごいして、それを仲間たちもみんなリツイートするというね、素敵な輪が今スポーツサポーターにいろんな
応援の仕方があるんだなって勉強になりますよね、いつも見てて。ありがとうございます。で大体その3時間後ぐらいになるとすごい早い時間からここで飲んでますの飲み物が変わってるんですよね。大体ビール飲んでんだ土井さんね。まあ毎日ではないですけどね。まあたまに。そうですね、少人数でね、今こう皆さんで集まることができない。そうですね、そっかそっか、少人数でね、少人数で、まあ、あたり情報をシェアしてるわけですよね。そういう形になります。なるほどなるほど。さあというわけで今日はねこのお二人と一緒に、まあ今週末にね迫りました浅田さん最終戦、はいね、7戦目になりますけどついに迫ってますね浅田さん。そうですね、うん、いよいよ本当に今年7試合という中で最終戦という形になりますけども、はい、まあ、その最終戦がまあ首位決戦という形になりましたので、はい、1位2位争う本当にもう天王山ですね、うん、まず、うん、そうね。ただまあここを乗り越えて次あの順位決定戦があって、はい、うん、でその後11月の3週目から始まります、うん、関東リーグ入れ替え戦、入れ替えトーナメントっていうところに、やっぱり、まあ、本当、最終的にはそこで勝たないと、リーグで優勝しても、2018年みたいにトーナメントで勝てないと。涙を飲んだあの日みたいな思いはもうしたくない。そうですね、うん、赤羽のスポーツ森の競技場に忘れ物をしましたんで、うん、そうですね、あれをちゃんと取り返さないといけませんし、はい、まあ、今年こそはということで、本当に一生懸命選手もやってますんで、はい、まあ、本当に思いをすべて、今シーズン、まあ、こんなコロナ期で皆さんの応援できない環境でやってる以上、はい、さらにですね、本当にそれを掴みたいなと思ってます、はい、でも、田場さん、土井さん、あれですよね、とりあえず、あの歯がゆい日々の中でね、画面の前でしか応援できない、いろいろね、SNS でしか応援できない中で、この状況、どう思われますか、最終戦にね、こうトップを見据えられる位置で来たということは、これ嬉しいことですよね。そうですね、あの、うん、東京会場さんはあの去年のリーグ戦で最後の相手ですね、はい、1位2位を争います。で南葛 SC が、はい、関東社会人昇格の目がなくなった敗戦をしたチームなので、はいはいはい、まあ、今年は何かの因縁か分かりませんけれども、うん、まあ、首位を争う相手になるので、はい、うん、ぜひ勝ってもらいたいです ね。土井さんはいかがですか、滑り出しを見るとちょっとこの、ね、7戦目にこの状況っていうのはちょっと心配かなっていう時期もあるにはあったじゃないですか、サポーターとしては。そうですね、まあ、ちょっと出足、少しつまずいたところもありましたけど、はい、まあ、僕はもう全く心配してませんでした。すごい、僕らもですよ。もう信じるしかないですもん。そうですよね、もう信じてます、皆さんもうチーム選手スタッフ全員信じてます。なるほど。そして、まあ、テレビの、まあ、テレビって言いますかね、画面の前で応援してる、うん、まあ、皆さんの、はい、やっぱりこう後押しが、はい、やっぱり選手を、うん、まあ、きっと思ってると思うんですよね。はい、そうですね、ありがとうございます浅田さん。この最終戦東京海上 FC 戦、1位の東京海上 FC と2位の南葛 FC が戦うわけですけれども、はい、残り試合を残した両チーム勝ち点が14と13ですよね。そうですね、これ、はい、我々が勝ちますと、はい、勝ち点17、もうどこも追いつけないってことでいいですか。間違いないです。この直接対決に勝てばもう文句なしのブロック B1 位勝ち抜け、はい、そうですね、昇格トーナメント進出ということですね。もうそうですね、関東社会人大会に進出の権利は得ます。ここでこれは素晴らしいことですね、はい、敗れましてのも2位の格好の性は残るということですよね。そうですね、あとはですね、東京ユナイテッドプラスさんという、はい、今現在4位のチームが2試合残してますので、はい、試合残してる、はいはい、その消化の結果次第という形にはなりますけども、はい、2試合残してる東京ユナイテッドプラスが2つ勝つと8に6足したら14だから抜かれちゃうわけですね、はい、ただ我々も、うん、あのまあ、負けてしまうと抜かれちゃいますけども、はい、引き分けであれば14で、あとは得失点差の勝負という形になりますので、出場負けなそうですね。そうですね、うん、我々の方が今もうすでに11勝ってますんで、うん、まあ、そこはよっぽどではなければっていうところあるとは思うんですが、はい、ね、情報番組なんでね、全ての可能性を言ってますんでね、今ねサポーターのお二人の顔がね、いやいやもう勝つっしょ、ね、関係ないっしょとか、はい、表情がねズーム越しに、はい、やれますけども、まあ、もちろん勝ってあの、はい、1位という形で反対 A ブロックの1位と、まあ、1位に決定戦をやって、はい、まあ、そこも勝って1位という、はい、東京第一代表という形で、うん、
で、まあ、関東社会人に臨みたいなと思いますし、この1位2位3位っていう結果が出ますけども、はい、そこの順位でトーナメント表のこう入る駒も変わりますので、なるほどなるほど、はい、対戦相手も他県の本当16チームよりすぐりの16チームが出てきますので、 そこでのちょっと、まあ、組み合わせにも影響出ますから、はいはいはい、まあ、1位で抜けたいなと本当に思ってますね、うん、なるほど、玉さんいかがですか、はい、そうですねもうとにかくこれまで頑張ってきた成果を、はい、うん、まあですね、普段の力通り頑張ってやってくれれば、うん、結果はおのずとついてくると思いますんで、なるほど、もう立ち合う画面越しに、はい、精一杯念を送って、はい、頑張ってもらいたいです。わかりました。先日土井さんね、この番組でもお話ししたんですけど、皆さんがコールを録音してくれた、応援コールをね、録音してくれた音源を浅田さんが会場でかけたという。そうでした ね、はい、あれは素晴らしいと思いました。画面越しにも聞こえてましたね。聞こえてましたですね。あれも素晴らしい。J リーグなんかでもね、今結構行われていたところもありますし、今でもやってるところもあるでしょうけれども、はい、ね、トリーグであれを導入してしまうという、なんか ZC の底力、そこじがらですね、そればっかりは ね本当に。あれはなかなかできないことだと思うんですけど、これはやっぱりこのお二人とかサポーターの皆さんと、そしてチームの関係性がなせる技ですよね。そうですね、本当に、うん、まあ、ここまでやってきましてね、はい、やっぱり本当南葛ファミリーといいますかね、本当そうですよね、みんなでこう盛り上げていこうという、形ファミリーですよね。今ズームでお二人の顔見てて、はい、なんかもうお酒飲みたくなっちゃってますもん、私も、はい、ちょっと行きますなんつってね、浅田さんね。そうですね、本当にね、もう昔はね、よく飲みましたですね。そうですね、昔はね、そんなコロナになる前そんな昔じゃないからね、そんなまた戻ってくるし、行きましょうね、また1年前は昔ですからね、1年前昔、そうね、浅田さん、かけるタイミングが結構難しかったっていう話をこの間してましたけどね、浅田さん。そうですね、先週出ていただいた伊藤さんなんかは、はい、ね、サッカーの本当に、まあ、番組、情報番組の制作やったりとか、はいはい、ね、サッカー自身もはい、ね、サポーター、フィオレンティーナのサポーターっていう形なので、うん、まあ、結構お話しする際にもサポーター目線でというか、サポーターの気持ちを感じながらどういう情報が欲しいのかっていうところを、はい、うんうんうん、組んで発信してるっていうお話はしてましたけども、はい、私の場合には本当ずっとプレイヤーという形でプレーをしながら、今度ちょっと指導者という形になりながら、今度マネージメントという形になりながら、外側からのそのチームを応援したことがないので、そっかそっか、はい、サッカー見に行くにしても、こう、まあ、フラットな立場というか、なんか自分がだったらどうするのかなっていう目線で、まあ、本当に純粋に応援したことが正直なかったので、なるほどね、プレイヤー、いざあれを、まあ、ちょっとした思いつきでタマさんからちょっとデータをいただいて、はい、流してみようかなと思ったんですけど、はい、タイミングは難しい。何種類もらったんですか？7種類ぐらいですか。じゃあ今日はですね、急遽ここでちょっとうまくいくか分かりませんが、はい、お二人からタバさん、土井さんからタイミング講習会、どん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 実は今日タバさんからですね、ご出演でお願いする前にですよね、多分 ね、 そうですね、メールをいただいてたんです、浅田さん、はい、実はそのメールの中に文字でタバさんがどういうタイミングでどのコールを使うんですよっていうのを親切に書いてくれてるんでですね、あ、そうなんですね、それをご紹介しながら、はい、タバさんにも補足いただきたいかなと思うんですけど、はい、よろしくお願いします、はい、土井さんも助けてくださいね、はい、まず、はい、基本コールというのがありまして、これは試合中のね、あるタイミングの時に鳴らされるということなんですけど、基本コールって、どういうのでしたっけ、タブさん。南葛 SC チャ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 です、ね、あ、なるほど、ね、これを延言、これを基本コールという、これは音源言ってますもんね。そうですね、はい、何回も使ってもらってます。これはどういうタイミングで、これは南葛 SC の場合は、はい、大体ちょっと苦しい時とか、ピンチの時だったりとか、ここしのごうぜみたいな、ねえー、コーナーキック何回も続いてたりとかね、そうです、あとはなるほど、ね、失点直後とかもやりますよね。そうですね、ボール戻してる最中とか、あとはちょっと中だるみ的な感じになったとかにちょっと基本コールを、割と膠着状態、
どっちにもこう、チャンスなかったりとか、ボールも外出ちゃったりとか、これが基本コールで間違いないですね、土井さん。はい、あとは俺はこういう時だとも思ってるっていうのくださいよ。いえいえ、もう唐揚げ注文する時とかですよね。居酒屋でねえ、お調子2本ぐらい開けてから唐揚げ注文する時なんか熱いしっていいですね。浅田さん分かりました？なんか感覚的には、うん、その攻撃の時とか、うんうんうん、攻めてる時のなんかコールはよく覚えてるんですけど、なんか守備の時が難しいなと思いながら、うん、実はかけてたんですね、はいはいはい、なるほどね。で当然、うん、あとゴール決めた後とか、うん、あれ何言ってたかなとか、本当、うんうん、一番なんか記憶っていうか頭の中に残ってるのは試合開始のそのスターティングラインナップで入っていく時のやっぱりコールは一番覚えてるんです。なるほど。これでもそれ今試合中になると結構いろんなパターンがあるなと思いながら、ちょっと全然こうでも把握してないなと思今言われるとあれですよね、すごい腑に落ちますよね。ああ腑に落ちますね。これちょっと続けていきましょう。ちなみに今日ね、あのタバさんは4つ紹介してくれますんで、はい、浅田さん、そして収録時間があと10分で曲とエンディングと、はい、いろいろ紹介がありますんで終わらないですね。みんなで尺感じながらやりましょうね。あと3つ、はい、続きまして、バモ軟活、はい、こちらはお二人ちょっとやっていただいていいですか、はい、ズームで合うかどうか分かんないけど、せーの、はい、おーゆけ軟活なんかなんかなんかしっけなんかなるほど、あ、分かった、はい、おーいけなんかなんかですしいけなんかですよね。あ、よく聞くね、浅田さん、うん、よく聞きますね。これ浅田さん、ちなみにどんなタイミングだと浅田さん思います？これはね、はい、攻撃して盛り上がってる時じゃないですか、ね、あ、正解お願いします。タバさん正解です。おー、あー、やっぱり、ほら、タバさんはちなみにメールには流れがいい時、流れがよくなりかけた時にやってます。あ、分かる分かる分かる。いいぞいいぞ、乗ってかけててもそういう感じだったんですね。分かります、すごく分かる。あ、じゃあこれは浅田さんいいタイミングでかけれそうですね。うん、はあ、これ土井さん居酒屋ではどんなタイミングで口ずさんですか？え、これですか、次もう一杯頼むとき流れがよくなりかけたときね。確かに流れがいい、確かに流れはいいね。いいですよ、いい尺関係ができてきますんでね。これであと2ついきましょう。で、皆さんね、ラジオお聞きの方もぜひ覚えていただけると嬉しい。続きまして、夜のヒットパレードというのがあるんですね。はい、というチャントがあります。それではお二人にお願いします、せーの、どうぞ。なんかつかつ SCなんかつえすしなんかつえすしなんかつえすし。なるほど、ありがとうございます。そうだ、引っ張れ引っ張れですね。そうです。あ、ええ、このテーマは、あれなんですね、岡崎慎司選手。そうです ねスペインでやってるのちゃんとから、あのエスパルスの時、清水の時の、はいはい、使ってやってたやつを、はい、あの代表でも、あ、岡崎慎司ですか、なんまあでもちょっとメロディーだったってことですね。そうです、ありがとうございます。さあ浅田さん、これはどんな時に歌われるんでしょうか、お答えください、ね、どうぞ。はい、コーナーキックの攻撃の時ですね。コーナーキックに、まあセットプレー、セットプレー、セットプレー、ね、セットプレーのこの時に、これはですね、浅田さん、はい、正解はタバさんの方からではなく僕の方からいいですか。タバさんのメールによりますと、はい、流れが良い時、流れが良くなりかけた時にやってますと書いてます。同じのがないって誰が言ったんですか、浅田さん。ちょ待ってください。だからそれが難しいから質問してるわけですよ。同じ流れが一緒の時にどれを流せばいいんだっていう質問なんです、ね、僕はあくまでも純粋に。でも居酒屋からね、酔っ払って帰る時に、ね、土井さん大好きな曲を鼻歌で口ぐさむ時も、はい、1曲目飽きちゃったから2曲目に行く時ありますもんね。同じ曲、ありますあります、ありますね。そういうことでしょ。このメロディーはね、本当、まあ、ちょうどよく酔っ払った、本当に居酒屋の話してんじゃないんですよ僕。例えで言ったんですよ今。すいませんすいません、マジ最高です。だからそこのアドリブはどう切り替えてるんですか、タバさん普段は。いや、なんか続いちゃったら、あ、そっか、あのもう一個にしようかなとか。
そんな程度です。気分転換みたいな感じでね。ええ、ああ、なるほど、なるほど、ええ。そういうことです、浅田さん。はい。そこが難しいんですけど、そこも感じ取ります。まあでも交換交換でやってもいいかもわかんないですよね。でもほら、場もなんかってずっと流れがいいときはずっと場もなんかっていいんじゃないですか。あ、そうですね。それもそうですよね、聞いてるぞっていうときは、それでちょっと流れが切られちゃったりして、ちょっと中だるみというか基本コールに戻った後、もう一回チャンス来て、違うアナザーチャンスだって思ったら、今度はヒットパレードとかってことですよね。あ、そうです、そうです、そうです。あ、嬉しい、よかった、そういうことですよね。はい、浅田さん大丈夫ですか。あれ、極論はじゃあもうずっとちゃんと流しっぱなしでもいいんですか、試合中。ちょっと展開とか見て、はい、はい、浅田さん、ちゃんとの世界に極論とかないんですよ。違う気分なんですよ、気分。だからだけど、はい、歌わない時もあるじゃないですか、シチュエーション的にもね。ああ、そうです。だから沈黙も一つの演出ですからね。そうだけど、あの時僕のやってる時の沈黙は、僕が下で音声室からあのベンチとかいろいろ右行ったり左行ったりしてる時なんですよ。下走ってますからね、僕。そうですよね、あれ。ドキュメンタリー番組作ってください、誰か。ずーっと動いてますから、僕。あ、やっぱ押さなきゃ、ゴール決めた後喜んで、あ、喜んでる場合じゃない、押しに行かなきゃっつって押してるんですか。説明しないとちょっと難しいんですけど、葛飾総合で、はい、ベンチに浅田さん入って仕事をしてる。今ベンチの後ろにいますけど。あ、ベンチの後ろ、はい、そっからね、あの音響のボタンを押すとこまで15メートルぐらいあるんですね。ありますね、はい、わ、うん、かります、わかります。タバさん、どうしたらいいでしょう、それは。そうですね、あの、チームによってはずっとちゃんとこう歌い続けているチームもあるので、はい、ね、なんか、うん、僕もあんまり詳しい方じゃないんですけど、その辺は土井さんに聞いた方がいいんじゃないですか。もう日本中のスタジアム駆け巡ってますんで。確かに確かに。いえいえいえ、どうなんですか、まあ、土井さん、 その辺それは別にね、なんかつ独自の、ああそうか、うん、やっぱり人のね、他のチームの真似することない。なるほど、なるほど。あ、やっぱ15メートルの間を感じさせるのも南葛流であると、このコロナ禍の。それはそれでなんか人間臭くていいですよね。完璧にじゃなくていいですもんね。はい、ありがとうございます。さあ、ラストでございます。時間もなくなってきた。はい、選手入場時のちゃんとでございます。みんなでいきましょう、せーの。おーおーおお、ありがとうございます。これあのね、あの選手が入場していくときですよね、はい、タバさん、これね。そうです。そして試合中にもこれかけてほしいタイミングがあるということなんですけれども。そうですね、最近ちょっと試合中もやり始めて、あれかっこいいと思います、僕も。試合中のあのね、あ、試合を決め時、決めておくれ、ここで決めてくれっていう、後半の勝負時とかに歌ってるって書いてますけど。そうですね、ただなかなかうまくはまらない、ね、はい、はまらないっていうか、こう展開によっても、はい、ただこう結構競ってる試合でいい流れになった時、はい、でちょっと点取ってもらいたいなっていうような時に、なるほど、あのちゃんとしてる、はいはい、ちょっと音程がやっぱ低いですからね、こう情熱が伝えにくいってのもあるんですかね。でもハマってる時あると思いますよ、僕。土井さん、どうですかね。あると思いますよ、ね、なんかこう思いが届いてるっていうか ね、あれをおー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 が流れながら、後半のなんかショートパスがパンパンつながってる雰囲気好きですけどね、僕。中津のポゼッションが、ね、いいですね。浅田さん、ということですけれども、あの得点後はどれなんですか。得点後のは、ごめんなさい、作って、そう、やっぱそうですよね、やっぱそうですよね。僕も気になったんですよ、それ。やっぱ僕のせいじゃないわ、そこは。時間です、終了。曲かけないといけないですか、曲。今日はお二人からの曲のリクエストいただいてるんですけど、タバさんの方からリクエストいただいてます、はい、どんな思いで選んでくれました。そうですね、私のもうサッカーソングということで、はい、ザ・バーズ、振り向くな君は美しい、聞いてください、どうぞ。はい、降りてきました。うわ、懐かしい高校サッカーですもんね。そうですね、いや、やっぱほんとサッカーって言った浅田さん、我々の世代もこれですよね。僕は涙流さないですよ、今年は。そっか、はい、負けないってことですよね。負けない、南葛は負けないってことですよね、はい、いやいや、はい、昔のサッカー面白かったなって話してるんですよ、今ね。あ、そっか、間違えた。土井さんもやっぱこれ感じるものありますよね。ありますね、やっぱり本当に昔からあった高校サッカーの、はい、いや、そうなんでしょう。土井さんは本当にね、ワールドカップももう100回ぐらい行ってるんでしょ、100カ国ぐらいね。
とんでもないですよ。お二人ありがとうございます。もう時間になっちゃいました、はい、続きはあの裏の方で一つよろしくお願いします。はい、はい、最終戦もまた、ね、参加できませんけれども、また今シーズンこの後も応援よろしくお願いしますね。こちらこそよろしくお願いします。はい、画面の前で応援してます。はい、そしていつの日かですね、またこうスタジアムに集まって、今度は一個上のカテゴリーで応援させてくださいね。浅田さん頑張ります。はい、ということでありがとうございます。今日はサポーターの田場さん、土井さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、この番組は私たちは皆様のブレーンでありたい、店舗の企画設計施工の専門家、株式会社東野ブレーンズ、ポスター印刷、のぼり垂れ幕、大判プリントのことから何でもお任せ、合同会社インクマニア、北海道と南下とつなぐ架け橋に、リフォームグッズ販売のことなら合同会社リンクの提供でお送りいたしました。今日もメールありがとうございました。皆様のメールバシバシお待ちしています。宛先は 789@kfm789.co.jp です。さあ、それでは中津市の J リーグを目指す戦いの奇跡、来週からも情報満載でお送りしていきたいと思います。それでは来週いい知らせが届きますようにということで、タバさん、土井さん、浅田さん、それでは最後に頑張れ中津市の声を合わせて応援していきましょう。それでは皆さん、また来週聞いてください。来週も頑張れ、せーの、中津 SC、 ありがとうございました。